元カノの顔がぐちゃぐちゃだ。え？これ、ユミコちゃんが。え？ダメだ、状況が理解できない。待って待って待って、え？元カノは連絡をくれなくなったけど、何か関係があるのかな？嫌な予感がする。遠慮してる場合じゃないな。部屋中探してドアノブを見つけ、早くここを脱出しよう。え、めっちゃ怖いんですけど。嘘、これホラーゲームだっけ？え、なんかそんなこと言われた気がするわ。怖い。え、別にこれは証拠になるわけではないと。はあ。え、なんかちょっと画面暗くなったし。やだやだ、怖いよ。もう開けよう開けよう。下着がとか言ってる場合じゃないよな。はい、開けます。もうやだ。これ何に使ったんだ。刃物を見つけた。これ他の棚は調べられないの？下の棚とか。あ、無理か。怖い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 。ゴミ箱。このゴミ袋、匂いがひどいな。え、人の頭くらいの大きさか。え、まさか。びっくりした。いや、考えすぎだよな。でも開けるのはやめておこう。待って、怖い怖い怖い。え、怖待って。どうしよう。怖い。このティッシュケースの傷。これ、うちにあったやつだ。なんでここにあるんだよ。この写真はどこから手に入れたんだ。うわ、待て待て、びっくりした。めちゃくちゃびっくりした。なになになに。この針でうまく引っ掛けて。蜘蛛を飼っていたのか。毒を持っていそうだ。かあ、怖い。待って、この鍵は、結局こっちの鍵。もうやった。指の作り物か。指輪がはめられているな。これ僕が元カノにあげた指輪だ。怖い。待って、どうしよう。ボロボロの具って何に使ったんだ。待って、どうしよう。え、なんかだんだん画面が暗くなってきてる気がするんだけどさ、これどうしたらいいの？待って、これ怖い。どうしよう。夜にやるもんじゃない。どうしよう。なになに。うわ、なんか落ちてきた。びっくりした。なに。これ全部僕の隠し撮り写真だ。消した？電気消…電気ついてんでしょ？電気ついてんのになんでこんな暗いの？ちょっと待って、怖いよ。やだ。もうどうしたらいいのかわかんない。
この爪やけにリアルだけど、やめてよやめてよそんなこと言うの。ちょっとどうしたらいいんだ一体。え、え、燃やそう、ダメ、あ、写真を燃やす、あ、無理か。あ、いけた。開けられるけど開けたくねー、怖えー。開けます、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 怖い、開けます。何これ、え、あ、あ、わかりません。この指輪の裏とかに52、これなんて書いてある ?5263 かな、え、はい、はい、ユミコちゃん、どうもユミコちゃん、あれ、なんで私の部屋にいるの、嬉しいな、やっぱり私のこと好きだったんだ、私も大好きだよ、すぐ帰るから待っててね、あの、せっかくだから、あ、いろいろ考えるだけで、え、ま、同性って憧れるよね、一緒に、一緒に家事とか楽しいだろうな、私だって料理得意なんだよ、この時と並みに特訓してました、たくさん美味しいご飯作ってあげるね、帰ったらいつでも好きな人が待ってるって考えるだけで幸せだよね、あ、私たちの邪魔をする子は片付けておいたからさ、これでずっと一緒にいれるね。え、なんで僕のいる場所がわかるんだ、邪魔する子って元カノのこと、早く脱出しないと、早く脱出しないと、5263、5263、はい、え、違う、え、え、あ、違うの、え、これな、読み方、え、読み、うん、ほ、5263じゃないの、5263、え、違うの、待って、わかんない、わかんない、どうしよう、え、ユミコちゃんのラインちゃんと読みたかったよ、うー、怖い助けて、これ何を、ね、ライターは何に使うの一体、お、何、どうだ、あ、そういうこと、わかり申した、はあ、もうってことは3625、開いた時の音がファンシーだからそれがまた嫌だよね、怖いわ、あー、ドアノブ、ドアノブ出てきた、あともう帰ろう、帰ろう、あー、もういるじゃん、待って目の前にいるよこれ、待って出たくない、あ、見ちゃったんだ、ドアの前にユミコちゃんが立っていた、でもあなたが悪いんだよ、他の子と仲良くなんかするから、あ、そうだ、もうここから出さなければ、他
他の子を見ることなんてなくなるね。その足がなければいいのかな。ごめんね、ちょっとだけ我慢してね。ああ。由美子ちゃんはカバンからナイフを取り出し、俺は激痛とともに意識が遠のいていった。脱出失敗？脱出失敗？待って、今結構ちゃんと順調に、何、ヒント見ちゃダメってこと？どういうこと？最初からになってる。これ最初から？脱出成功のパターンもきっとあるんだよね。ああ、ここが由美子ちゃんの部屋か。僕は今女子寮の由美子ちゃんの部屋にこっそり忍び込んでいた。へえ。さてどう？はい、おいとましよう。帰れない。わーい、どうしよう。待って、これトゥルーエンドがないわけがないよね。もう無事に帰れないってこと？これ1個しか、はい。1個しか。待って。全部ちょっと解いていきますね。もう一回解きます。これ動かせないんだ。これちょっとメッセージ全部読みますね。頑張って。怖え。あれ？なんで私の部屋にいるの？嬉しいな。やっぱり私のこと好きだったんだ。私も大好きだよ。すぐ帰るから待っててね。あ、せっかくだからそのまま一緒に住んじゃう？なんてね。まだそれは早いよね。あ、嫌とかじゃないよ。私はそっちの方が嬉しいし、でも同棲って憧れるよね。一緒に家事とか楽しいだろうな。私って料理得意なんだよ。この時のために特訓してました。たくさん美味しいご飯作ってあげるね。帰ったらいつでも好きな人が待ってるって考えるだけで幸せだよね。あ、私たちの邪魔する子は片付けておいたからさ。これでずっと一緒にいれるね。はあ、怖いね。怖い怖い。よし。さて、ドアノブを見つけました。なんですけど、このままだとここにもう、由美子ちゃんが待っている。で、ずっとね、そういえば、あれ、使ってないアイテムあるじゃんと思って、これなんですけど、ライター。ライターが何かに使えるんじゃないかなと思って、ちょっとまだ探索できる場所あるんじゃない？ちょっと探しましょう。なんか天井とかに火災報知器とかついてないかな。電気はつけておこう。右上、左上、どうしたらいいんだろう。火災報知器とかないかな？ないのか。いやでも火災報知器見つけたところでって感じだよな。いやー。怖い。これでヒント見つけた。ヒント見たらどうなるんだろう。ちょっとヒント見ますね。騒ぎを起こそう。騒ぎを起こそう。どうしたらいいんだろう。ドア側の天井に火災報知器がある。そこにライターを。じゃあ、考え方は合ってるのでは？
え？どこ触ればいいの？ん？電気でしょ？おお！触れたー。え、じゃあここにライターで。そうだ、火災報知器に火を向けて。おー、いいねいいねいいね。警報器の音が寮に鳴り響く。火事です、速やかに避難してください。え、火事？ん？ここが燃えてるの？ドアの外が騒がしくなり、他の部屋から次々に人が出てくる。とりあえず外に出よう。あ、ほら、ユミコも早く逃げよう。あ、うん。ドアの外の人影が消えた。今のうちだ。おお、やった、今のうちに。これで、あー、外だー。避難の騒ぎに紛れ、無事に脱出することができた。あれから寮には近づいていない。その後、ユミコちゃんは何もなかったかのようにいつも通り振る舞い続けている。元カノとは連絡が取れないままだ。あの時部屋で見たものは何だったのか。元カノのことを確認したいが、臆病な僕はこれ以上何かが起きることを恐れ、いまだに何もできないでいる。女の子の部屋からの脱出、脱出成功。あー、よかった、クリアできました。ということで、女の子の部屋からの脱出いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ怖かったあの、普通に私脱出ゲームだと思ってやってたので、あー、こんなホラー要素あったのねみたいな、もうマジで鳥肌ものでした。いやー、面白かったね。おすすめしてくださった方ありがとうございました。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。おつぴよでーす。